はい、酒好きなもとにいかんじゃじの飲酒動画です。今回はビール、生ビールですね。サントリーのザ・モルツの、ウィンタードラフト、爽やかで引き締まった飲み応え、粒入りバックが 100%、 天然水醸造、アルコール度数 5%、限定醸造です。原材料がバクアートホップ、アルコール度数 5%、今日はね、台風がね、まあ、関東直撃ということで、今現在かなり風が強くてね、大変なことになってます。よし、ちょっと。はい、今日のつまみはポテトチップス、のり塩。やっぱポテチはのり塩っしょ、ね、よっしょ、よっしょ。カピーこれはあれだ、ペールエール。これペールエールですね。ちょっとなんだ、オレンジ柑橘系の味がするで、苦い、かなり苦めです。結構、でもそんなコクはないです。コクはそんなになさそう。ザ・モルツ、こちらがコンビニ限定みたいですね。2017年の10月の10日発売。ザ・モルツウィンタードラフトの美味しさの特徴、爽やかな香りの秘密はカスケードホップ。柑橘を思わせる香りが特徴のカスケードホップをふんだんに使用することで華やかに、引き締まった飲み応え実現。やっぱりね、だって柑橘系のなんかペールエールっぽい感じするもん。それでいて苦味が結構なんかシャープな、違う、なんか後引く苦さがある。ちょっと他のビールとは違う苦味ですね。結構ダイレクトに苦い感じ。まあモルツもね、数年前にリニューアルしてザ・モルツになりましたけど、まああんまりね、美味しくないというか、まあ美味しくないってこともないんだけど、やっぱ旧の古いモルツの方が美味しかったなって思いますけど。苦い、ほんとなんかペールエールみたいな苦味ありますね。なんか新商品ないかな。
10月の24日発売、新発売。明日です。絹のような小麦のラガー。そういうのが、これ生ビールですね。ファミリーマートサークル系サックス限定だって、マジで。ファミマか。近くにねえな。てか、前に、マジで最近さ、雨降りすぎじゃない？ここ最近2週間ぐらいずっと雨降ってるよ。多分ね、俺は思うに、東京全然梅雨降らなかったんですよ、雨。6月ぐらいに。ほんと2日ぐらいしか雨降らなかったんだよ。だから、その、影響で、こっちに来たんじゃないかな。その分が、こっちに、寄ってきたんじゃないかなと思うな。本当に2週間ぐらいずっと雨だ。なんかで今日も選挙だったんですけど、東京のなんだっけ、衆議院選挙。僕は確かこう、幸福実現党に入れたんだけど、もうね、自民党飽きた。自民党飽きたわ。もう長い。もう政権交代だな。何年やってんのって、とりあえず。自民党も飽きたから、もう新しいの行けや。もう飽きたから。マジで。かれこれ何年やってんのかな。もう10年ぐらいやってるでしょ。なあ。もう飽きたべ。安倍総理も飽きたべ、もう。まあ今日は雨の中ね、まあ行ってきましたけど、まあ結構流行ってましたね。流行ってたっていうか、さっきちょっと食いすぎたな。食いすぎたっていうか、もうお腹いっぱいだ。マジで。マジでお腹いっぱい。ああ、食った食った。ただでさえさ、ねえ、俺外出ないのにさ、余計出たくないもんね。ちょっとググってみますか。安倍総理何年かな。何年からだっけこれ。ググってみましょう。安倍晋三、この人55歳くらいか60歳くらいです、年齢が63歳、63歳みたいですね。内閣総理大臣第一次安倍内閣、2006年から
だからもう11年になってんのか。やっぱもう10年以上か。だと思いましたよ。第1次安倍内閣が2006年の9月26日、今から11年前。で、それから2007年の8月の27日と1年間ぐらいやったんだね。その後に第1次安倍内閣過去改造。で、まあこれどうでもいいや。よくわかんないな。間があるけど、2007年から2012年の間が5年間ぐらい空いてるけど、これなんだろう。こんなにいなかった時あったっけ、安倍晋三。え、それ以外にあれ総理大臣になったやついたっけ。記憶にないんだけど。俺の中でさ、思い、なんていうかな、ガキの頃の記憶はもう覚えてねえから、あれだけど、気づいてから、総理大臣っていうの名前に、わかるようになってから、気づいたのが確か、小泉だもんね。小泉総理だもんね。それよか前の総理知らないもん、俺。まあ、っていうのも俺、全然興味ないから。内閣とかさ、興味ないの。誰だったかな？だから、もうずっと俺やってなかったもんね。選挙投票してなかったもん。政治とか興味なくてさ。小泉っていつからやってたんだっけな。小泉純一郎。小泉純一郎が、2001年から、2002年平成13年だから13歳の時、2001年4月26日から2005年、じゃあ2006年ぐらいまで、だから5年間やったのか。5年間ですね。ちょうど俺が13歳の時だから、まあ、中学1年ぐらいですか。中学2年ぐらい、それより
前のことは前の週その時前の時なんてもう全く政治には全く興味なくて何それみたいな、まあ、今でも興味ねえんだけどさ、もう完全にあれだよね、馬の耳に念仏だったよね。あのニュースとかはもう右から左でこう受け流してて完全に、だから全く何の総理だか覚えてないもんね。まあ興味もないからもうどうでもいいんだけどさ、今となっちゃうもはや興味もどうでもいいんだよ、もはやどうでもいいんだよ。もう過ぎたことは知ったこっちゃない、もう過去は戻ってこない。代わりは初レースだね。まあうまいかまずいかで言ったらまあそこそこ苦いんで美味しいんじゃないですか。コクがないのが残念だ。2124です。ご視聴ありがとうございました。